ゆうゆう、ひなとです。はい、今回はこのね、地球グミを使うよ。この地球グミをサイダー漬けにしてフルーツポンチをみんなで作ります。イエーイ。みんなみんな、これをさ、1日サイダーに漬けておくとどうなると思う？爆発する？黒くなるか、酸っぱくなるか。コップに入れてたら、シュワシュワして、あ、うんうんうん、なんか酸っぱくなる。酸っぱくなる。じゃあ早速作る人。あー、それではどうぞ。開けてくれる？はい、ありがとう。じゃあみんな、この中に地球グミを開けて2つずつ入れてください。はい。お、開く？は、あ、すごいね、2人とも上手に開くね。うん、プニュプニュ開ける。プニュプニュする？プニュプニュする。じゃあ次はこちら、サイダーを中に入れます。ちょうだい。開けれる？じゃあこの地球グミが浸るぐらい、このぐらいかな、入れてくれる？よー、はい、ストップ。ありがとう。うわ、めっちゃブクブクしてる。ブクブクしてる。はい、ひなちゃんも入れれる？あ、すごい。いいよいいよ。ねえねえ、誰か匂いクンクンする？あ、匂ってみて、どんな匂い？うーん、わかんない。そうだかな、そうだ。そうだ。これでサイダー漬けを作るんだけど、1日置きます。で、今日ちょっとこのまま1日待てないからさ、ひなたくんとひよりちゃんに魔法をかけてもらいたいと思います。魔法？魔法をかけて。せーの、バミリバミリ。絶対入れ替えたやろ。1日経ちました。入れ替えたやろ今。見て見て、どうなった？1日経ったらなんか溶けてきてない？溶けてる？絶対色違うな。いや違うね。じゃあみんな、ここさ、開けて中にフルーツ入れようか。うん、好きなだけ入れていいよ。これ何？それでブドウだよ。もう全部入れるわ。全部入れちゃう？いいね、フルーツもりもりだね。一気に入れてもいい？いいよ。上手に入れるね、二人とも。おお、いっぱいになったね、すごいね。ねえ、見て、地球グミこんなやで。どうなってる？こんなボッコボコになった。本当だね。もう地球崩壊してるわ。比べたら全然違うね。いや、地球グミ浮いてない？あ、地球グミこれ。出てきた、出てきた。フルーツ入れました。はい。じゃあ次は見て、せっかくだからさ、飾り付けしよう。この上の部分でもいいし、横に貼ってもいいよ。見て、ここ空みたいやから、ここにいろいろ星とか貼って、うん、あ、いいね、それ、かわいい。大きいやつ、うん、見て、かわいい、キラキラだ。で、ひよりはこのピンク色のをつけて、うん、で、ひなとも青色つける。お揃い？ねーねー、発想が面白いね。花、花。せーの、できました。かわいい。じゃあ早速食べる人。はい、食べる。お家で食べるときはストローとか使ってもいいし、スプーンで食べてもいいと思う。うわー、うわー、大丈夫？じゃあさ、ちょっとせっかくだからさ、キラキラかけてみる？キラキラ、うん、ここにのせる。キラキラのさ、アザラザンかけてみよう。キラキラキラ、かわいい。ひなたくんの方も、ひなたくん自分でかける？食べたい。キラキラー。あ、こぼれた。あ、すごいシュワシュワしてるね。あ、じゃあ見て。せーの、いただきます。あ、ちょっと待って、大丈夫？うん、うん、おいしい。美味しいんだ。酸っぱくて美味しい。あ、酸っぱくて美味しいの？そうなんだ。シュワシュワしてる。マジで？いる人。ふん。酸っぱい、美味しい。酸っぱい、美味しい。なんかチュワチュワってて美味しい。あ、シュワシュワしてる？なんか、うん、あの、地中グミが美味しい。地中グミ美味しい？うん、地中グミ、チュワチュワってるやつ。うんうんうん。フルーツがさ、ここにずっとついててさ、もうほんまに何も言ってる。飲めないよね。うんうん。フルーツも美味しい？うん。夏にも良さそうだね。うん。
そのままね食べても美味しいんですけど、こういう風にちょっとアレンジするだけで楽しく美味しく食べられるので、皆さんもお家でやってみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンも押してね。